I love 今池チャンネル。お、英語の発音も素晴らしい。 I love 今池チャンネル。あの角を曲がったら、ソロプリンさんにやってまいりました。場所はドンキホーテから西へずわーっと来て、屋台さん、バレドラさん、上は安心太郎の店、高級の大学です。こんばんは。お願いします。はい。あー、まあ、せ仕上げっこ。じゃじゃーん。突き出しのお野菜です。右手からですね、フランスのゲランドのお塩です。はい。次が和風のお出汁ですね。おー。その次はからしのソースです。からし。一番左手はアリオリマヨネーズ、ニンニクの効いたマヨネーズソースです。じゃあ乾杯。ユリア、トガン、フレンチ、ハイボール。おー、フレンチ。野菜。ねー。すごい。もうめちゃくちゃいっぱい。ねー。わー、一番右手のお塩がおすすめ。で、串の刺してる方向がおすすめソースを刺している。ビールばっか飲んでたら痛風だぜ。ビールばっか飲んでたら痛風になったぜ。じゃあこれからは違うお酒を飲まなきゃ。お酒はもっともっと何でも好きだぜ。お酒だったら何でも好きだぜ。あのワインを1本ボーンっていただきたいんですけど、はい、あのタムちゃんと誕生日じゃん。何何はい、てーてー、わー、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、ありがとうございます。加藤さん、花だけじゃなく、なんとこれは加藤さん、どんなワインなの？これはフランスの100年に3回しか作られてないワインです。え？ブドウがいい作りになった年しか作らないワイン。100年に3回。美味しいやで。お前作った人が作り方忘れちゃうの？いただきます。おいしい。うー、やばい。おいしい。やばい。いいね。発泡酒飲んでも痛風になるのかな。なるよ。はい、こんにちは。こんにちは。お名前聞いてもいいですか。加藤邦幸です。で、邦さん、お店の営業時間は18時から23時。もうこのお店のいつ来てもこれあるし、いや、むしろ来たら、初めて来た人はこれ絶対食べなきゃよみたいな。コースのお客様多いですね、はい、お任せ串揚げコース、はい、ね、今日僕もそれ食べました。とても美味しかった。最後のこのトリュフのやつっていつ毎回入る？毎回入ります。うちのおすすめの串揚げの一口になってます。ありがとうございます。この辺で飲みに行くとかおすすめの店ってあります？今ちょっと休業中なんですけど、はいはい、タモンっていうお店で、ああ、そうだね、タモンさんであれしてましたもんね。以前、はい、2年間ちょっとお勧めと。じゃあタモンさんに熱いメッセージを一言。みんな待ちわびてまたオープンを願ってるので、開けてください。待ってます。あで、いつも一緒にいるのは
あのパートナーご紹介いただいてもいいですか。はいはい、嫁のエミです。嫁ふ嫁ふエミさん、じゃあここだけ寄ろうかな。ここだけ寄ろうかな。質問ないよ。質問ないよ。そこ質問ないよ。そこに質問ない。質問。質問。独身ですか。やめな。まとめてる。これで合ってる？合ってる。